皆さんこんにちは。スピーカーはこんな構造になっています。この箱のことをエンクロージャーと呼びます。箱に穴が開いてないものが密閉型、箱に穴が開いていてパイプがつながっているものがバスレフ型です。このパイプのことをポートまたはダクトと言います。今回はこの2つの違いを詳しく見ていきます。密閉型の低音はユニットと箱の中の空気のバネで決まります。ユニットには F0 という共振周波数があって、これが低音の再生限界を決めています。カタログに書いてあるこれらのスペックは JIS 箱と呼ばれる十分大きな容積の密閉箱に入れて鳴らした場合の値です。このユニットを普通のサイズの箱に入れると空気のバネが作用して F0 付近の形が変わります。それがこちらです。F0 は低域の再生限界ですが、十分大きな箱に入れると F0 から下の低音がだら下がりに下の方まで伸びる性質があります。それから F0 のとんがり具合が9です。9というのは共振倍率のことです。この9ですが、1では盛り上がって、0.5 では丸くなります。0.7 の時、一番低音がフラットに伸びる特性になります。F0 と9はインピーダンス特性から確認できます。インピーダンス特性というのは、スピーカーの抵抗値を周波数ごとに調べたものです。この例の場合は F0 が 90Hz、9は 0.77 です。9は大きいほど低音がよく出ますが、共振で出てくるため音の成長に時間がかかります。つまり低音と遅れはトレードオフの関係になっています。こちらは最初にお見せした密閉型のグラフです。十分大きな箱に入れるとだら下がりに下の方まで伸びる性質がありました。この場合の Q はとても低くて遅れがほとんどありません。ウーファを十分大きな密閉箱に入れる、これは遅れの少ない低音を出す方法の一つです。バスレフの原理は箱の中の空気バネとポートの中の空気の質量による共振です。これによって F0 より低いところで低音を出すことができます。共振すると位相が反転します。すると正面から出た低音と足し合わせることができて低音を増やすことができます。位相を反転して低音を増やす仕組みからバスレフ型を位相反転型と呼ぶことがあります。バスレフ型は同じ大きさの密閉箱より低音を出せます。そのため市販されているスピーカーのほとんどがバスレフ型です。バスレフのインピーダンス特性を見てみましょう。密閉型の山が2つに分かれて谷ができます。この谷の部分がバスレフポートの共振です。 F0 より低いところで低音が出ると言っても、駆動するのはもともと F0 が限界のユニットですから、あまり離れているとうまく共振しません。共振が起きるとポートの中の空気が激しく出入りしますが、ポートの壁の摩擦によって一定の大きさに制限されます。これがポートの共振倍率9を決めます。
ポートの形はいろいろです。後ろに穴があったり、正面にたくさん穴がある商品もあります。横長のスリットもあります。これらの低音がどう違うのか見ていきます。左は穴が小さくて長いパイプの例、右は穴が大きくて短いパイプの例です。この2つは共振周波数が同じですが、出てくる低音の量が違います。ポートが共振するとパイプの中の空気が前後に動きます。この時パイプの壁に摩擦が働きます。左はこの時の摩擦が多いので低音があまり出ません。右は摩擦が小さいので低音がよく出ます。バスレフは基本的に穴の面積が大きいほど低音がよく出ます。ポートの穴を複数設けたりスリットにしているのは穴の面積を広くするためです。それとポートの出口を丸くしているのは空気の出入りをスムースにするためです。ポートが共振すると空気が激しく出入りしますから、出口が角張っていると気流が乱れて風切り音や歪みが出やすくなります。ポートを大きく共振させるとたくさん低音が出ますが、その分遅れが増えます。実際どのくらい遅れるのか、こちらはそれを測定した結果です。ポートの共振周波数がわかると、トーンバーストという信号を使って遅れを測ることができます。この例の結果は9ミリセカンドですが、この数字は大きいのでしょうか。遅れは音の波長と合わせてみないとわかりません。これを知るために遅れ率という指標を考えました。この例の遅れ率は 0.63 で、9に換算すると 2.0 です。密閉型の9が 0.77 でしたから、密閉型に対して 2.6 倍遅れが大きいことがわかります。ポートがボンボン響く場合、内側に薄い抵抗材を置くと、9を下げて遅れを減らすことができます。ちょっと入れるだけで大きな効果があります。こんな風に綿を詰めてしまうと密閉箱の特性になります。サブウーファーを組み合わせる場合、ポートから出る低音はいりません。こんな風に綿を詰めてしまうといいでしょう。最初にお見せしたインピーダンス特性はポートに綿を詰めた結果でした。バスレフの穴を大きくすると低音がよく出ますが、大きな穴を開けると中の音が漏れてきますので、大きくするにも限界があります。パッシブラジエーターにするとこの問題を改善できます。パッシブラジエーターというのはマグネットのない振動板だけのユニットです。ドロンコーンとも呼ばれます。これはポートの中の空気が振動板に置き換わっただけで、原理はバスレフと同じです。バスレフの発展型と言えるでしょう。パッシブラジエーターはバスレフと同じように、同じ大きさの密閉箱より低音を出すことができますが、これも共振で出てくる低音ですから遅れがあります。まとめると次の通りです。密閉型で低音を出そうとすると大型になります。ただし、遅れを小さくできる利点があります。バスレフは小さな箱で低音が出ます。低音は共振で補いますから遅れがあります。遅れのない低音を低いところから出そうと思ったら、箱を大きくして密閉にするしかありません。大口径のウーファーを巨大な密閉箱に入れるとそれができますが、バスレフのポートを塞いでサブウーファーを追加するのが現実的な答えでしょう。ご視聴ありがとうございました。